本所は、日本荘園制の荘園領主である本家及び、領家のうち、荘務を行う権限、すなわち、荘園の実行主配権を有したものを言う。平安時代後期に、在地領主が国家などによる修行から荘園を守る、ため、中央の貴族や寺社へ寄進して、その保護を求める寄進地形荘園が急速に増加した。寄進を受けた貴族や寺社がさらに上位の有力貴族。 有力寺社へ寄進を行うケースもあった。こうして形成された荘園支配体系の中で実効的な支配権を得たものが本所と呼ばれた。本家が本所となることが多かった。また、国家や武士領主以外の荘園領主一般を本所と呼ぶこともあった。上記の本所から転じて中世後期には座の支配権者も本所と呼ばれるようになった。下って江戸時代等に 全国の庶民分集団を組織化した国も本所と呼ばれている。また、本所が支配した土地を本所と称することもあり、日本各地の本所地名の由来となっている。特に、東京都墨田区の本所が著名。平安時代中央の10世紀後期から11世紀の頃、地方の有力農民である他都による電磁開発とその私有地化が活発化した。 このような開発電池の所有者を開発領主というが、その土地所有は法的根拠にかけ国外に就航される可能性も高く非常に不安定なものであった。そのため開発領主の多くは中央の有力貴族や有力自社へ荘園を寄進することで荘園の支配権、管理権を確保するようになった。この時寄進を受けた者を領家という。当時、 天皇の代替わりの際に神聖として、荘園制儀礼が出されたり、また国家が荘園を認めずに皇領へ編入しようとすることが多く、両家の権威だけでは、荘園の所有が維持できないケースも見られた。そこで、より権威のある皇族や、摂関家両家から、荘園寄進が行われることがあった。これらの最上位の荘園領主を本家という、本家、両家のうち、 小園の実行支配権を持つ者が本所である。重層的な構成をとっていた、小園領主のうちで実社会において最も有力な地位に立っていることが多かった本家が本所になることが多かったが、実際に在地における行政、司法の権限、すなわち商務権を掌握していた者が領家などであったとしても本所と呼ばれていた。本所は自らの権威を用いて、小園を国画や、 他の荘園から保護し、その見返りとしてある程度の特分を荘園から得ていた。鎌倉時代に入ると、幕府や武士の側から荘園領主を一括して、本所と呼ぶ例が増えてくる。在地における実権を行使し得た、本所の権力は大きく、本所に対する年貢、くじなどの各種奉仕、負担を本所役と呼び、荘園における庶民の負担の中で、 最も主たる地位を占めていた。本所は、荘園の実行支配権を有しており、荘園の運営にあたって、独自の裁判権を行使するようになった。そのため、本来の法令である律令から独立した法体系が形成されていき、これを本所法という。荘園で紛争が生じたときは、万所などといった本所の家政機関において裁判が開かれ、 紛争当事者や本所の関係者が出席した。裁判に際して適用された本所法は、律令の系統を引く、区下法や、現地の監修法などから成り立っていた。本所法による刑罰には、公金や追放などの自由刑のほか、財産没収などの財産刑があったが、残刑などの生命刑、障害刑は、ほとんど見られなかった。ありがとうございます。